元気サラダの作り方を紹介します。4人分を作ります。キャベツ 80g、 きゅうり1本、ホールコーン 20g、 ハム2枚、塩昆布 4g、 花かつお1パック、ドレッシングの油小さじ1、米酢小さじ2、砂糖小さじ1、濃い口醤油小さじ2分の1を準備します。キャベツは千切り、ハムは細切り、きゅうりは輪切りにします。鍋に湯を沸かし、キャベツときゅうり、ホールコーンを茹で、ざるにあげて水で冷やします。冷えたら水気を絞っておきます。缶詰のホールコーンの場合は茹でずにそのまま使用することができます。ドレッシングを作ります。油、米酢、砂糖、濃い口醤油を小鉢に入れてよく混ぜます。ボウルにキャベツ、きゅうり、ホールコーン、ハム、塩昆布、花かつお、ドレッシングを入れて混ぜます。出来上がりです。小学校1年生の国語、サラダで元気に出てくるりっちゃんのサラダです。野菜を茹でることによりかさが減り、たくさんの野菜を食べることができます。もちろん生でも美味しくいただけます。ぜひ親子で作ってみてください。